カール・ビルヘルム・エウフェーン・ステーン・ハンマルはスウェーデンの作曲家、ピアニスト、指揮者。1887年から1892年までストックホルムでピアノオルガン、作曲を学び、1892年春にピアニストとしてデビュー。同年秋から翌年までベルリンにピアノ留学。この頃からステーン・ハンマルはコンサートピアニストとして 熱心かつ積極的に活動を行う。とりわけ、作曲家、バイオリニストトール・アウリンとのデュオや、アウリン弦楽四重相談との共演に熱意を寄せた。1897年秋に、初めて指揮者として、公開演奏に乗り出し、これ以降、作曲活動を別とすれば、指揮が、生涯の長きにわたって、活動の中心を占めた。1900年か1901年に、 ストックホルム王室歌劇場の学長に就任。1906年、または1907年から1922年までの間、エーテボリ公共楽団の主席指揮者を務め、多くの同時代のスカンジナビアの音楽を上演した。1923年から1925年まで、再び、ストックホルム王室歌劇場の学長に復帰。 1909年に短期間、ウプサラ大学の音楽監督を務めたが、翌年この職務をアルベーンに引き継いでいる。ステーンハンマルは、生涯を通して、スカンジナビアの音楽界で、高い尊敬を勝ち得、多くの名声ある同僚たちと信仰を保った。1916年に、イエーテボリ大学より名誉博士の学位を受けた。ステーンハンマルは、 スウェーデンの最も重要な作曲家の一人である。同世代のアルベーンとともに、ベルワルド以降の最も重要な公共曲作家でもある。ステーンハンマルは、様式的に見て、高キロマン派音楽の作曲家である。当初は、完全に、ベートーベン、バーグナー、ブルックナー、ブラームスらに影響されて、力強さと激しい情感を伝える重厚な作品を書いた。しかしながら、 友人のニールセンやシベリウスの手引きで、そのような美学を疑うようになり、新ドイツ学派から徐々に背を向けた。1910年を境に、ステーンハンマルは、新しい理想を成熟させ、それ以降は、北欧風の抑揚を目標に掲げ、効果なしでも成り立つような、透明で飾り気ない音楽を作曲しようとした。この頃からステーンハンマルの作品は、 民用の旋律法に従って形成され、境界戦法の活用や、ある種の真に簡潔な表現によって、曲がうことなき、スカンジナビア風の抑揚が展開されている。それにもかかわらず、高度な作曲技法は、分けても明白なポリフォニーが表現に加味される、ことによっても明らかである。この新しい様式の典型的な作品が、ドーリア戦法を用いた、公共曲、 第2番に他ならない。ありがとうございます。